かね、一応ピッピってなことになってピッピピッピタンクトップって着ないんですかね。タンクトップおはようございます。せーの、さなこだよすいません笑われた ゆいかちゃんです。岡田ゆいかちゃんです。岡田ゆいかです。今日は遊びに来ていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本日はですね、ゆいかちゃんと対決ということで9ホール回っていこうと思います。見てね見てねなんかあります、こう広告することとか宣伝とか。特にないです。じゃあインスタグラム貼っておくんでぜひ飛んでみてください。可愛いゆいかちゃんがいっぱい写ってます。ハローお願いしますお願いします。本日はあさみゴルフクラブさんにお邪魔しています。いつも撮影協力ありがとうございます。よいしょ、当たるかな。よろしくお願いします。お願いします。あ、カート道に跳ねた。跳ねて落ちたところ見えなかったです。あれ、左めっちゃ前に行ったとは思うんですけどね。左って帯あったっけ。今やったわ。腰お願いします。お願いします。あ、大丈夫だ。超えたかな。まあ大丈夫でしょう。はい、はい、ロングホールですね。私がちょっと変な意識させてしまったかもしれない。これ全部が高いですね。ね、それな、うん、すごい海外仕様アトラクションみたいね。私かバンカー超えてました。あ、超えた。はい、あ、あれね、あれね。私じゃあ関西道に跳ねてたからちょっとすいません、寄り道させてください。あ、いたいたわ。無理量計なんですね。うん、そうそうなんだよ。めっちゃ快適だよね。めっちゃ快適、最高。え、なんかどうやら、はい、明日までしか暖かくないらしいよ。あ、そうなんですか。そう、だから超ラッキー。確かに。けどめっちゃ冬の格好できたんですけど可愛いね。モコモコつけて。いや、女子のそれ可愛いよな。可愛いですよね。うん、スプーンでいきます。あ、全部右。バンカーかな。わ、バンカー。多分バンカーのなんかちょっと、うん、よくわかんない場所行きましたはい、どうしよう。今日は転ばないでくださいね転んだんですか。なんかちゃん、この間撮影してたらさっき転んでっていうか、なんかこうちょっとガンって行っちゃって、したらさ、いや、それはそれ大丈夫だったんだけど、みなみが超爆笑しちゃってつぼっちゃってさ、そうそう、みなみさんマジ悪い顔してた、あの時。みなみ想像できる顔してた。僕の落ちた時の顔真似とかされてる。
しばらく笑ってましたよ ね、 たね2ホールぐらい笑ってたよ。そうあの辺、あの辺ですね、あの辺。ピン、ちょっと、はい、ナイスアウトです。まあいいんじゃないですか。よし、よろしくお願いします。はい、なんか暗いですね今日ね。うん、なんか暗いですね。薄暗い。左。左です。左対右の対決。確かにね。なんか雨降った、なんかねえっぽい感じですね。ぐちゃってる。今日お昼過ぎぐらいから雨ですよね。今日天気予報見たら、でも全然そんなザーザーじゃないけど、1ミリでも降ったら帰ります。嫌ですよね。嫌だ、超嫌いだもん雨とか。好きな人多分いないですよ、ね、いないか。いないと思う。でもさ、なんかみんな偉くない、雨でもゴルフやって偉い。なんか私たち普段めっちゃゴルフするじゃないですか、はい、アマチュアの方ってやっぱこの日みたいな感じでやるから、雨でも。あ、そっか、せっかく予定立ててたのに。そっかそっか、なるほどね。カートのことは任せてください。すいません、そのさ。お願いします。貸してください。この距離のバンカー嫌いだ。79ヤードでした。嫌な距離。めっちゃ嫌な距離です。あ、ダフった。何番で打つんですか。50度で打ちます。しかも2段グリーンの上。やると思った。待って、大トップです。やば、泥試合の予感。泥試合やばい。これ試合だったらマジで萎えるやつ。スタートホールでね。スタートホールでこれはちょっとつらい。OB 大丈夫かな。奥ってセーフですかね。多分めっちゃトップしましたよ私。ホームラン。ちょっと練習行ったのにな。寄せてパー。寄せてパーで。でもありそう。あ、あれ見える見える。めちゃくちゃトップしました。あ、やば。キーめっちゃ邪魔かかってる。あ、こっち側に打たなきゃ。ちょっと左に出します。56度で。やばい、トップ。あーあー、大丈夫、耐えた。どうしよっかな。あ、
ていけ。よろしいですね、菅さん。やばいね。やばいですね。やばいわ。大丈夫？おぶね。やばい。ありがとうございます。よいしょ。ナイスです。はい、ボギおー、ナイス。うま。ありがとうございます。耐えました。耐えたね。耐えました。ボギーです。ありがとうございます。すいません。いいじゃん。じゃあしたら動いてないじゃん。なんとかね、一応ピッピってなことになってピッピピッピマッチですもんね。うん、そうだよ、そうだよ。やば、でもトップトップです。私もトップした。やばいですよね。トップした。トップしちゃう、うん、そんな時もあるよ。雨の次の日みたいなのがしてますよね。ね、2時寝たのね。だ、3時。え、 2時前ぐらいか。え、東京からその住所言わないで。カットで。住所の話でマジでしないでね。確かに、うん、バレちゃう。でもリーピーも気をつけないと。自分家の場所にバンバン言っちゃったら若い女の子が危ないよ。わかりますかね。だって一人暮らしでしょ。やめときな、マジで。怖い怖い。はい、続けます。何も考えてなかった。管理能力が、うん、危ないよ。あ、そうだ、私左行ってんだったっけ。ああ、え、でも真ん中です。ナイスです。とんでもない先っぽに当たったよ。もう遅れてる。ああ、大丈夫。キックしてきましたね。落ちてきましたね。ありがとうございます。はいはい。なんか暑い。暑い、暑いです。あ、なんかさ、確かにちょっと暑いかもしれないね。暑いですよね。暑すぎたかな。それ何枚今日？長袖は2枚です。これ入れて。あ、タンクトップ着てる。タンクトップ。それはいらんかったかもしれない。タンクトップ着てんの。え、なんて言います？え、でもだってこう太いんでしょ、ここが。はい。え、タンクトップ着るんだ。キャミソールってことですか。なんかサラリーマンの人がさ、ワイシャツの下にさ、あ、着るやつ。あ、でもそんな感じです。そんな感じなんて。超面白いじゃん。タンクトップって着ないんですかね。タンクトップ、いや、
あか人にやるのかな。私はあんま着ないんですけど、なんかあったから、うん、あったから寒いかなって、ね、まあ胴体守った方がいいもんね。あとうちに跳ねて、はい、さ、136-7番。当たる気がしないな今日。あー頼む。あーあーもう最悪だよマジで。最悪だ。あえ何それ、何それ。メツチスイート。おおすげえ。どこで打ったっけ。ここだ。めっちゃ便利じゃん。どうしたんすかこれ。ん、どうしたのこれ。これね、前撮影でゴルゴさんとゴルゴ松本さんあが使ってて忘れて帰ってもらったの。え、パクった。ちゃ言いました。え、リカさんがゴルゴさんに送りますねって連絡したら、うん、いっぱいあるからもういいよって。あびっくりした。パクったんかと思った。テロップで強烈にあの否定しておいてください。え、パクったって。パクってません。さっきパクったって。パクってません。お願いします。やばい、もうちょっとだったのにバンカー入っちゃったよ。しまってないです。16度でいきます。はい、なんかまたトップしそう。すると思った。ゆえっぴー、ゆえっぴーどうしたん。調子悪いのがさ、本当だ。調子悪いのがめちゃくちゃ出てる。やばい。え、ちょ、ガチライ悪いんだけど大丈夫かな。これさ、これやばいでしょ。ちゃんと鳴らしてよ。うわーやばい、これほらー鳴るって。もうトップするわ。よいしょ。珍しいですね、2人してやばい。30ヤードです。 56です。4打目。入れます。止まりそう。あ、止まらんかった。やだー。うわー、めっちゃ切れるね。めっちゃスライスしますね。ね、したね。やばー。はぁ、あ、ちょっと溶かしますよ。はい。よいしょ。この辺？ここの？どうしようかしらね。
うまい。ナイスです。はい、ありがとうございます。全然違う。ちバボです。バボです。です。はい。ボギー。ボギー取りだよ。ありがとう。ダメですね。やばいですね。ちょっと泥すぎるんで一旦ここで。泥すぎる。今週はここまでです。皆さんありがとうございました。来週？次回も。次回も見てください。次回は。頑張ります。頑張りましょう。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。それ PXG です。飛ぶ。でもなんかずっとこれ使ってます。あ、そうなんだ。サイさん PXG じゃなかった。昔ね。全然本当にクラブよく分かってないんですよ私。あ、そうなんだ。あんま興味ないんだ。あんま興味ない。何でもいいんですよ、使えれば。